フランシス・ケリーは、米西戦争における行動に対して、アメリカ合衆国における最高の軍事勲章とされる名誉勲章を授与された、アメリカ海軍の水兵。フランシス・ケリーは、出身地であるマサチューセッツ州から徴兵されて、アメリカ海軍の一員となり、米西戦争中には、石炭船メリーマックの機関士として従軍した。海軍少将,将ウィリアム T ・サンプソンが、 キューバのサンティアゴデクーバの港の入り口を封鎖すべく、メリマックを港口に沈めるよう命じた際、志願してメリマックに乗り組んだ8人の乗員の一人がケリーであった。1898年6月2日の夜から3日にかけてこの任務を遂行しようと試みた際、メリマックは敵の砲火にさらされそうだが効かなくなり、後悔を妨害できないまま沈んでしまった。乗員たちは、 スペイン側によって救助され、捕虜となった。一月後にサンチャゴでキューバ海戦で、スペイン艦隊が壊滅した後、ケリーは同僚たちと共に解放された。この作戦における働きに対して、ケリーは名誉勲章を授与された。フランシス・ケリーは、米西戦争後も海軍に泊まり、最終的には、歌手艦最上級の機関員となった。ケリーは、スコットランドのグラス号にある。 サンディマウント墓地に葬られた。ケリーへの名誉勲章授与の広報には以下のように記されていた。1898年6月2日、サンティアーゴデ・クーバの高校にメリマックを沈めるという作戦に参加。スペイン側の砲台からの厳しい砲撃にもかかわらず、ケリーは作戦中ずっと類まれない英雄的行動を取り続けた。ありがとうございます。